はい、どうもこんにちは、必殺子猫です。11月の8日18時35分に11月のアップデート内容の先行公開がされましたので、皆さんと一緒に見ていきましょう。で、その前にブルプロ通信13が2023年11月の15日、来週ですね、予定されてます。やっとですね、1ヶ月以上やってなかったので、楽しみですね。はい、ということで、見ていきましょう。サブスキルパレット実装、はい、やっときましたね。タクティカルスキルセット数が4つから8つに変更されます。で、どうやらまあなんかキーコンフィグが初期化されるみたいなのって、もしね、わからなくなるよっていう方はスクリーンショットを撮っておくなどの対策は取っておいた方がいいですね。はい、次、クラスレベル最大状態での獲得経験値の利用について。これまでクラスレベルが最大まで到達した後に獲得した経験値は破棄されてしまいましたが、クラスレベルが最大まで到達した後も経験値を取得し、一定値まで貯めると専用アイテムエクシードフラムがもらえるようになります。専用アイテムエクシードフラムは記念交換所にて他の様々なアイテムと交換可能です、ということで、どんなアイテムなんだろうね。なんか衣装とかもらえるのかな。うん、まあでもね、今まで経験値無駄になってたので、なんか物と交換できるようになったっていうのは嬉しいですね。次、今すぐパーティー機能回収。今すぐパーティー機能において以下の回収を実施します。メインメニューから今すぐパーティーのオンオフ切り替えが可能です。他キャラクターが今すぐパーティーをオンにしている状態が分かるようになります。まあ、名前のところで見れるようになるのかな。判定距離を回収し、より近くのキャラクターとパーティーを組みやすくなります。やっと来ましたね、これ。ありがたい。メインメニューからパーティーの離脱が可能になります。パーティーリーダーはパーティーメンバーが6人の場合に離脱可能です。どういうことだろう、これ。まあ、パーティーリーダー移せばいいだけだよね。はい、次、リキッドメモリの回収。メモリースタンドのリキッドメモリ一覧で、獲得可能なリキッドメモリが表示されるようになります。これは、今回追加された新しいリキッドメモリが表示されるということでいいんでしょうかね。で、メモリースタンドの NPC がフィールドにも登場します。対象は全フィールドのキャンプとミンスターホール、まあ、村ですね。および自由探索のマップ内にあるキャンプとなります。これは嬉しいですね。いちいち戻ってやってたのが、村とかにいるね、NPC に話をかければ、リキッドメモリ飲めると。はい。街以外でもクラスチェンジ可能。フィールド、自由探索、ミッション内での、クラスチェンジが可能。これはね、動画作ってる身としてはめちゃめちゃ嬉しいですね。今まで街に戻ってね、いちいち変えてたので嬉しいです。はい、次、クラスの調整ですね。イージーファイター。各種アクション中のガード使用可能のタイミングを早める調整を行います。これはすごいいい強化ですね。ガードキャンセルっていうのがありまして、スキルの時にね。まあそれはまた今度説明するんですけど、それがすごいやりやすくなるんじゃないかなと思います。ブリッツランサー、次キャラクターの付与した刻印のみ消化可能に変更いたします。次キャラクターの付与した刻印のみが表示されるように変更します、ということで、刻印の共有システムが廃止されましたね。これも嬉しい。はい、まあ、今までなんだっけ、マークトリガー、マークトリガーベータ発動したい時にできなかったりしたので、ありがたいですね。はい、次、バトルイマジン。はい、4章で追加されたあのバトルイマジンのアビリティを調整しますということで、まあ調整が入りました。まあ、この辺のバトルイマジンはまた別の動画で、ね、紹介したいと思います。でもこれ全部結構厳選してて、一番気になるのがこれですね。勇猛全攻撃 G3、 これどうなんだろうね。あのテリスの勇猛 G3 とどっちが強いんだろうっていうのが気になりますよね。はい、ということで、まあ、バトルイマジンについてはまた別の動画で出したいと思います。はい、次、特定状況での戦闘不能後の虚弱効果を撤廃。フィールド自由探索ミッションで、救護可能時間に救護を受けることなくリスポーンを行った場合、フィールド自由探索ミッションで落下による戦闘不能
で虚弱効果がなくなるということで、はい、これはありがたいですね。次、戦闘不能後のペナルティ軽減ですね。知った時の復活までのカウント数が20秒から10秒で、落下による戦闘不能、このリスポーンした際の HP の量が 10% から50% になりました。はい、次、マウント騎乗の消費スタミナ軽減、ダッシュ時の消費量を現在の半分にいたします。ゲージ回復速度を現在の2倍速になります。まあ、これかなり快適になりますね。はい、次、一部冬エネミーを落下させやすくする対応、ランドホーク、マスクモス、オオカガチヤンマ、ドラッグエッジ、あの剣のやつですね。はい、次、アイテムバフの効果時間を延長、効果値と効果時間を情報修正、リキャスト時間を0秒に変更ということで、なんか重ねられるのかな、こういうのって、まああんまり使わないんですけどね、それでも。はい、でミッションも同様ということで、はい、次、アドベンチャーボード、アドベンチャーボードでの以下の回収をいたします。一部のアドベンチャーボードのコンプリート報酬にガシャチケットが追加されます。はい、これでまあコンプリートする意味が出てきたんじゃないかな。でコンプリート報酬を受け取り済みの方は後日ガシャチケットをお送りする予定らしいですね。でアドベンチャーボードのコンプリート数に応じてガシャチケットが可能なアチーブメントも追加されるようです。はい、次、ミッション、マンスリーイベントの回収、交換用のイベント専用アイテムがミッションの追加調査、上級調査でも入手可能になります。まあこれはイベントコインは毎回配信クエストをねしっかりやってればたまるので、まああってもなくてもいいかなと思います。まあそれよりもね、もっとイベントをイベントらしくなんか面白いコンテンツにしてほしいなと思ってます。次、クエスト、シナリオミッションの報酬内容を調整、シナリオミッションでメインクエスト進行に応じた装備品を入手可能になります。まあ今回あったのがあのアンチスタミナのなんか35レベルのやつだっけ、なんだっけ、Mムークの、なんとかってやつのエンハンスマジンがすぐに手に入るみたいな感じになるんじゃないでしょうかね。はい、次、デイリークエストの報酬内容を調整、ミッションをクリアするの課題を以下のように変更いたします。クエストのクリア報酬をクラス経験値に変更、一定の冒険者ランクになるとその日に行くミッションが曜日ごとに指定されますということで、まああれですね、マッチング対策かな。まあちょっと面倒くさくなるけど、まあクラスの経験値がもらえるということで、まあ毎日やる意味は出てくるんじゃないかな。この経験値もさっき、エクシードフラムに交換できるのになるので、まあそれもどれぐらいもらえるかっていうのが気になりますね。はい、次、ガシャ、ローズオーブを消費してガシャを回した場合、ガシャ1枚分ごとに 10BP ポイントがつく変更を行います。いいですね。で、ガシャチケットで獲得したアイテムを BP ポイントへ変換負荷に変更されます。まあガシャチケットこれ被ったらどうなるんだろうね。まあ染色で楽しむっていう方法もありますけども、まあこれはしょうがないですね。まあその代わりアドベンチャーボードとかでガシャチケットがたくさんもらえるということで、まあまあいいでしょう。はい、はい、次、ガシャチケットでまとめ回す機能の追加、ガシャチケットを消費して最大10枚分をまとめて回せる機能を追加します。ガシャチケットを7枚の所持の場合、7回分をまとめて回すことが可能、いいですねこれも。はい、次、ガシャ購入画面への表示情報を追加、ガシャチケットの所持数、各ガシャの購入回数、おまけアイテムの情報で、その他で、チャージ状態の視認性改善、各スキルで表示されるチャージレベルがより見やすくなるように改善いたしますということで、まあ、チャージレベルね、結構スキルが重なって見えなくなったりすることがあったので、これはまあどんな感じになるのかわかんないんですけど、嬉しいですね。次、レシピ、レシピセットイデアの説明画面に完成品詳細表示を追加、まあ、レシピ持ってれば性能見れるってことでいいんでしょうかね。どういうことだろう、説明画面、なるほど、所持してるときバックから確認できるってことでいいのかな、ちょっとわかんないな。空間転送の挙動改善、
非戦闘状態であれば転送待機時間のカウントなしで空間転送ができます。まあこれも嬉しいですね。はい、次、アドベンチャーボードの左右送りの操作の追加。アドベンチャーボードの詳細画面で他のアドベンチャーボードに表示を切り替える左右送り操作機能を追加します。どういうことだろう。他のアドベンチャーボード開いた時になんかスクロールじゃなくてなんかボタンを押せば送れるっていうことかな。まあ、これも見てみないとわかんないですね。はい、次、コマンドメニューのマップリスト表示数を拡張。コマンドメニューのマップ機能で1画面内の表示可能数を拡大します。どういうことだろう。今回、まあ、追加されたあのバーンハルトとバーンハルト城のマップが、まあ、1個の画面になる、あの前のマップと一緒になるってことでいいんでしょうかね。はい、ということで11月のアップデート内容の先行公開についてでした。まあ気になる部分もねたくさんあるので、特にねエクシードフラムとかね、まあ、その辺はブルプロ通信で詳しく話を聞けたらいいなと思います。まあ、まだ内容の一部と書かれてるので、コンテンツの追加とかねあったらいいなと思うんですけど、まあ何かね気になることがあればコメントお願いします。まあ来週のブルプロ通信はもちろんライブ配信するので、ぜひね遊びに来てください。はい、ということで動画は以上です。